皆さんこんにちは。第7回おしゃれ予備校、今回のテーマはストールの巻き方です。ストールを巻いてみましょうと言いましても、ストールの巻き方がよくわからないという方が結構いらっしゃると思います。ストールは巻いておくだけでかなりおしゃれに見えるアイテムなので、皆さんぜひ取り入れてみてください。それでは早速巻き方を見ていきましょう。まず一つ目は一番オーソドックスな巻き方です。ストールをそのまま首に巻き、片方を少し長くします。そのまま後ろに回して整えます。これで完成です。二つ目はこのように半分に折って手に持ちます。そのまま首に回してこの輪っかに入れます。マフラーのような巻き方になります。これで完成です。はい、それでは3つ目です。首にストールを1周巻いた後、左側のストールを内側に持ち上げ輪っかを作ります。その輪っかに右側のストールの先を通します。その後に整えて完成です。はい、それで4つ目です。4つ目は再び首に1周ストールを巻き、その真ん中の輪っかをねじります。その真ん中の輪っかに右と左のストールの先を通します。そして締め上げます。はい、これで完成です。はい、5つ目です。ストールを首に巻き、片方を短く、片方を長くします。長い方を短い方の裏に回し、一周させる形にします。そしてここにの裏に通し、ここにできた輪っかに通します。そして締め上げ完成です。ネクタイに少し似た、巻き方になります。ここでストールを巻く上での大事な注意点を一つお伝えします。ストールはこのように締め付けすぎると非常に堅苦しく、あまりかっこよくありません。なのでルーズめに巻くのがポイントです。これはどの巻き方にも言えますので、ぜひ皆さんここは注意してくださいね。はい、第7回おしゃれ予備校いかがでしたでしょうか。今回は5つの巻き方と大事な1つの注意点をお伝えしました。ストールの長さやコーディネートによってこの巻き方をいろいろ変えるのがポイントです。それでは皆さん、次回もお楽しみに。